ああえー、皆さん、おはようございます。えっ、ー、と、ライフサイエンス統合データベースセンターというところから来ました、中里です。えっ、ー、と、今日はですね、一日、まあ、次世代シーケンサーエヌジの話と、また、あ。それに関連して、発言解析の話が、えっ、ー、と、原さんが。えっ、ー、と、話になりますけれども、えっ、ー、と、私が一時、えっ、ー、と、午前中に一時間半喋って、その後。さらに一時間ぐらい喋りまして、で、午後。 残りの1時間ぐらいかなをしゃべるというような感じになっております。えー、とまず朝1はですね、えー、実際シーケンサー NGS 解析の基礎編、えーとまあ、原理とかあと関連するデータベースのお話をします。で、えー、と本日の資料ですね、えーとまあ、このポスターを見られた方は、 場所が分かると思いますけれども一応、えー、と資料とかが多分ここの modDB っていう講習会のサイトがありまして、えー、dbcs.jp の JAX64 ですけど、えー、とデータベース昨日からお話しされてますけどあのお話がありましたけど、えー、と大事なのはですねととかでで探し出すことですこ皆さんはいろいろデータベース昨日から聞いてますけどその多分全部覚えられないんです。 でそういう時どうするかというと,、えー、とそういやそういうのがあったなっていうのを思い出して、えー Google、かなんかでで探し出すすいいうそういうそ能力があの大事ですで、えー、この場合は講習会のサイトってのは「m o t d b っていうのが、えー、とありますので、えー、とそこで mottoDB で検索すると多分一番上の方に、えー、とここの「a j a x 終わりっていう藤田でやっている講習会の <laughs> えとリンクがあるのでそこをたどると,、えー、とこのページが出ます。 それで、えー、とちょっと遅れましたけれども、えー、と私は中里と申しますが、えー、とツイッターやってます。で、ID はこのチョークですっていうカエルのアイコンです。で、えー、今日多分お話ししても全部聞き取り、聞き取れなかったとか <laughs>、いろいろあると思うので、メールでもこのツイッターでも疑問がありましたら、あらゆる手段を講じて、 私とかに連絡をしていただければできる限りお答えしたいと思います。で、プラス、えっ、ー、と、この講習会、まあ講習会、まあ今日に限らずですけど、アャックスっていうハッシュタグがありまして、えっ、ー、と、このハッシュタグで、まあ例えば疑問なところをつぶやくと、 えとまずこの講習会の内容は別にあの私は内緒のことをしゃべらないのでつぶやいても OK です。で、えー、とこの「ハッシュタグアャックスっていうのをつけると,、えー、と今日来れなかった私の同僚とかが、えー、と Twitter でこの「ハッシュタグを見張っているので、えー、私が講義してる最中も何かちょっと分かんねえ」っていうと私の同僚が、えー、答えてくれる時もあります。<laughs> 会議とかしてるとちょっとあのさすがに答えられない時もありますけど。 えとまあ、このハッシュタグとかで、まあ、今日に限らずこの時間に限らずつけていただくと、まあ、私も含めていろいろ回答が、えー、来たりしますので、えーまあ、そこもご活用ください。で、まあ、講習会、えー、と昨日から来てる方が大半かと思いますけれども最初一応若干注意点がございましてちょっと昨日と重なるところが最初ありますけどちょっとご容赦いただいて。 えーとまず注意事項があります。でそれはえーと今日は参加者数が70人ぐらいおられます。まああのなんだあちょうど試験と重なったりとかしてちょっとキャンセルあるんですけど私がもらった申し込みの名簿はえー70人っていうのをいただきましてえちょっとあのあまりの熱意の高さにびっくりしてるんですけどえーと昨日みんなでこうワッと あの検索をしてお分かりのように70人で検索とかこうウェブで一気に叩くとどうなるかっていうとそれは攻撃ですで、えー、まあ例えばあの僕らだと NCBI とかそのアメリカのサイトを叩いたりするんですけど NCBI の方がまあ例えばこう見てたとしてで70人がわっと来ると攻撃だと思うのでどうするかっていうとそれはえとアクセス禁止にします。 でどううなるかというとい、えー、ひどい場合はこの大学全体が NCBI からアク,アクセス禁止悪菌を食らってしまってしばらく NCBI につながんなくなるっていうような状況が、えー、あるので、まあ、あの今,日今日はあのたまたま私の担当はですねあ,のあんまりウェブでああやってくださいこうやってくださいというところではないので今日はあんまり気にしなくていいんですけど普通はですねあの7時に出会ってやると悪菌食らっちゃったりするのでえっ、ーえー、と 資料とか多分お配りも配られているのでそれを見てですね分かるところはどんどん進んじゃうとか隣の人と一斉にやると攻撃になっちゃうのでちょっとずらしてやるとかまあそういうのはちょっとご配慮いただけると幸いです。で NGS の講習会あの今日は割と設備が良くてですねいろんなダウンロードがもうすでにされてましてデスクトップに えっと、私の後に喋る原さんのデータとかも置かれているので。えっ、ー、と、普段はここで私自己紹介をしまして、その間にダウンロードしてもらうんですけど。えー、今日はあの、ダウンロードなく、私の自己紹介だけを聞いてもらうと。いうようなことになってます。で、えっ、ー、と。今日来た、今日初めて来た方もおられると思うので、これもまた昨日と重複でし,しょえっ、ー、と、恐縮なんですけど。えっ、ー、と、私の、まあ。がどこにいるかとかいうのを、ちょっと。 あのご紹介しますとここの真ん中のですねライフサイエンスで統合データベースセンター,えーと英語で言うと DBC レスっいうところにいます。でえとこれ何かっていうともともとその2000年ぐらいにゲノムプロジェクトとかがあってえすごいお金がついたわけですね。でも国の,あのグラントっていうのは例えば3年が3セットとかあの5年が2セットでしてそうすると2010年ぐらいにその予算が そうするとどうなるかっていうとせっかくたくさんお金つ,、えー、とつけて作った、えー、とデータベースとかがですね、えー、機械がメンテされなくなってそのままこう、えー、機械の故障とともにデータもうやむやになっていくっていうことが起きまして、えー、せっかくお金つけたにはもったいないということで、えー、と文科省がですね2007年かな七年から6年7年ぐらいから、えー、と統合データベースプロジェクトっていう そう,いうなんかし、えー、に行く,くって言ったらちょっとあれかなえっ、ー、とせっかく価値あるデータベースをレスキューしましょうというような、えー、とプロジェクトをスタートさせましたで、えーとまあ、僕らはそれを永代供養と呼んでるんですけど収めるべきところにちゃんと収めて、えーまあ、拝めるというか使えるようにするという,いうようなのが僕たちの役割でして、えー、とそれが2007年ぐらいから スタターートしましまて私たちのセンターができましたでこの分野はそのライフサイエンスの分野についてインフォマティクスですね情報科学の分野でまあなんかアプローチするっていうバイオインフォマティクスというような領域になるわけですけどその国からするとですねバイオインフォマティクスに予算が2つ折り出たんですね。一つは JST の えとバイオインフォマティクス推進事業略してバードっていうのがありましたであとは私たちの統合データベースプロジェクトっていうのが2007年ぐらいからこう2本立てで走ってたとそうすると財務省からするとそれは一本化せということになりまして2011年からは一本化してえとライフサイエンスデータベース統合推進事業というようなのになってましてえなので昨日しゃべられた森さんは JST の方でえこの NBDC と。 えーとバードが発展的解消して NBDC というふうになったんですけど NBDC から、えー、いらしてます。で私はも、えー、ともとその統合データスプロジェクトでやってた、えー、と情報システム研究機構っていう、えーまあ、例えば大学系の IT インフラを引いているサイ IT インフラサイネットっていいますけど、えー、とそれの元締めである国立情報学研究所とか、えー、あとは三島にある国立遺伝学研究所とか。 あと等数犬とか南極単元に行く局地犬とかと一緒の情報システム研究機構の下のセンターになっています。でまあこの話何と言ってもですね分かんないかあ別にあの分からなくても世の中ちゃんと生きていけるんですけどあのちょっとややこしいんですが、えー、と役割としては、えー、JST の方が何とかホールディングスで、えー、まあなんかマネジメントとか、えー、予算どうするとかそういうのをやってます。で僕らがまあ銀行で実実際の実も 担当してていると思っ私たちの、えー、と私がいるのはこの右下の DBCS なんですけど、えー、先ほど言ったように、えー、と遺伝源とこの親の情報システム研究機構ロイスっというところが、えー、と一緒でして、えーそ,の中えー、とその情報システム研究機構の下にあの遺,伝遺伝学研究所というのがあってでその中に DDBJ と。 というでこの DDBJ で NCBI とかヨーロッパの EBI と一緒にいろんなデータを集めていますいろんなデータっていうのは例えば遺伝子の配列だったりとか今日話をします実際シーケン験者のデータもこの DDBJ が集めていて NCBI とか EBI と交換し合っていると。 えー、DDBJ はデータを集めるのが仕事でして、えー、と僕らはデータを使ってもらうのが仕事なので、まあ、DDBJ と僕らでコラボをして、えーまあ、例えば実際のシーケンスのデータをどうやって活用しようかとかそういうようなことをやっております、えーまあ、これが組織の説明でして、えー、ちょっとしばらく雑多な私の自己紹介が続きますがあちなみにあのデータベースデータベースって 言いますけど、私は情報科学がバックグラウンドではなくて、昔は実験学生時代は、えー、といわゆるピペットを持ってですね、遺伝子のクローニングをやってました。で、えー、とそのテーマがこれで、えー、とウナギを使って海水適応機構っていうのをまあ研究していました。 まあここ医学部なのでもうちょっとあの平たく言うとですね血圧調節を分子生物学的に解くっていうようなことをまあやってまして、えーとまあ、血圧調節を分子生物学の言葉で言うとまあイオン濃度調節とか水分調節になるんですけど、えー、とそれをまあうなぎの系で、えーまあ、どんな遺伝子が関与しているのかっていうのを探すというようなことを学生時代にやってました。でまあ、普通だったたらマウスとかででやりたいんですけど おまあ、マウスってご存知のように陸上に住んでいるのでこうしょっぱい食事を与えてもまずしょっぱい食事を与えたって食べないんですけどししょっぱい食事を与ええたとてても差が小さすぎて見えないんですねなので、えーう,なぎまあ、うなぎってサキョとかマスと一緒で、えー、と淡水と海水両方いける魚なんですけれどもおそれを使って、えー、と淡水でしばらく飼ってたうなぎを例えば海水にポットを入れてどんな遺伝子が上がるのかとかそういうような。あ ことをやっててまして、えー、とちなみになんでサケとかマスじゃないかっていうとサケ、えー、とかマスはあーシーズン物で、えー、冬場とか出ないと取れないということとあとその低温で買わなきゃいけないとかそもそもサケをどうやって水槽で買うんだということになるので、えー、当時は買いやすかったうなぎを使って、えー、まあうなぎ屋に行けばうなぎがたくさん仕入れてあるのでちょっとピンハンしてもらってですね、まあ、あの買ってくるんですけど。お で、水槽で育ててて、実験に使ってたんですけど。最近うなぎは絶滅危惧種になりまして、うなぎも、あの、使えなくなってきてて。最近は、あの、私の出身ラボでは。炭淡水とか、水療法をいけるフグを使って。こういう実験をしているそうです。ちなみに、どんなデータが出るかというと。えっと。これ、あの、ティッシュディストリビューションで。えっと、私が追っかけてた。遺伝子は水臓とか腸に。 あと腎臓ちょっとなんか汚れてますけど腎臓にもあるのかなみたいなだったりとかあとこれタイムコースですけどこれえと淡水から海水にフレッシュウォーターからシーウォーターに入れた後の6時間1日2日7日後の,あの遺伝子の発現状況ですけど1日経すとぼっと増えてるっていうのがまあよくわかるかと思います。でまあもうほぼほぼ雑談なんですけど。 えと私が探してたのは腸に発現している、えー、とイオントランスポーターでして、えー、それがどうやら重炭酸イオン h c o スをその腸の中に、えー、出しているらしいとそうすると,、えー、と海水に含まれているカルシウムとかマグネシウムと結びついて沈殿が起きて沈殿が起きると浸透圧が下がるので水っぽくなるから水を吸,うこう吸収できるんじゃないかというようなモデルをお 卒業の2か月前に出して後輩に丸投げをして卒業してしまいましたというちょっとあの悪どい先輩なんですけど後輩の後輩が5年後ぐらいにこれを論文にしてくれて非常に嬉ししかったたでですはいえ学生時代の話でしたでちなみにあの現在はですねえ実際試験査の検索サイトあとでちょっと出てきますけど DBC SRA っていうのを作って で、先ほどお話ししたように、僕らのあの組織のですね、あのリビシースのミッションっていうのがデータとかえっとツールをうまく使って、まあこうリサイクルというか、くるくる回ってえ出てきたものをまた使ってえもらえるような環境を作るという感じになっています。で、まああのくどくど自己紹介をしてしまったんですけれども、まああのデータベース でビビらずにですねあの昔私みたいに実験私も実験しててであのデータブ今はそのバイオヘマティクスに世界で生きてるわけですけどあのそんな障壁はなくて誰でもできるものなのでそんなビビらずにですねあのアプローチしていただければというふうに思っています。はい、というわけで、えー、本題に入ります。 でえー、とこのセクションは次世代シーケンサーのお話です。えー、とここから手元の,あの資料がにいってると思うので、えー、と基本的にはここに全部スライドは載っけてますけども、もしかしたらちょっと出してるかもしれません。はい、でですね、えー、とまず次世代シーケンサーとか、まあ、新型シーケンサーと呼ばれる機械が、っ、えー、と今年2017年だからまあ7、8年ぐらいですかね。えー 最近使われるようになってきてきますで、えーまあ、呼び名がいろいろありまして「実際シーケンサー」って伸ばさなかったり伸ばしたりこれはあの日本の「実世代地っていうのがあって実世代地だと最後の横棒は取ることになっているので実際シーケンサーっていうふうに止まっちゃったりとか実際シーケンサーって伸ばしたりするんですけどあとは「新型シーケンサー」っていうふうに、えー、言ったりもします。で英語だと ネクストジェネレーションシーケンシングで略して NGS、NGS というふうに、えー、言ったりします。でですね、まあ、あの実例とか新型とか言うんですけれども、えー、もうだいぶ7、8年経ってます。で、私、あの昆虫採集が趣味なんですけど、ここにご紹介している本はですね、えー、新しい昆虫採集案内っていう本です。で、これ、昭和46年に出た本でして、 私が生まれたのも昭和51年で40年前なんですけど新、えー、新ししいいい昆虫がももううちっとくなことが起きてます。でまあ、この次世代シーケンサーもですね次世代とか新型とか言いながらもう78年経ってしまったのでだいぶ次世代でも新型でもなくなってきてますけれどもあのもうそういう呼び名が定着してしまったのでまあしょ,うがしょうがないっていうところもあってこういう言い方をしてます。 で私もこのエリアで論文を書いたんですけど、えー、とマッシブリーパラレル DNA シーケンシングとかハイスループット DNA シーケンシングって書きなさいというふうにレビューアーから言われました。そのマッシブリーパラレルもあのハイスループットも新型と同じぐらいこう比較の話で <laughs> <laughs>、ね、その後またさらになんか。 いいのが出たらなんかスーパーとかウルトラがつけるんだろうかみたいな感じになるんですけどとりあえずそのなんか今うでもまあ NGS っていう言葉だけ一人歩きしてるので、えー、まあ,あのとりあえず例えば「ハイスループと DNC シーケンシング」って書いてでまあ,あのもしくは「ニュージェネレーション」で NGS とも呼ばれているとか言ってでその後 NGS っていう略語だけを使うみたいな感じでちょっと。 ごまかしながらやっている感じになっています。はい、で、えーっとまあ、私も先ほど言ったようにですね遺伝子のクローニングをやってまして DNA のシーケンシングをあの学生時代はやってました、えー、っと2000年ぐらいですかね。えー、その時にあの私のラボにあったのはゲル板の,あのシーケンサーでしてこの今見せているスライドの一番左電気移動式ってやつですね。 でちょうどそのころ後ろではマウスとかあの人のゲノムを一生懸命決めようみたいなことをやってましてそれはキャピラリ式っていうキャピラガラス管とかにチューッと吸ってでレーザー当てて、えー、こうなんか波々が出るみたいなものですね、えー、キャピラリ式っていうのがありましたで,、えー、で NGS なんですけど、えー、とちょっとなんか謎の絵が描いてあります ちょっとこれ私用意してたかなえっとさっきの moddb っていうあのサイトに行くと一応こういう絵もつけてましてで今,今この辺をしゃべってますそれでこれ出るかなあ出てますね これ YouTube で今電車が動いてる映画出てますけどカクカクしてますよねこれ何でカクカクしてるかっていうと例えば1秒ごとに写真を撮るみたいなことをやっていてそれを連続で見せてるのでまあカクカクしているわけですよ。 で今ここにあのなんかカラフルな絵がありますけどえっ、ー、とまあその実際試験者のイメージですけど、まあ、ガラスの板にまあなんかいろいろそのえっ、ー、と検出する、まあ、プローブが立ってると思ってくださいいろんなところに植わってるわけですでそこで1円期ずつ反応が起きて伸びていきますで1円期反応が起きたら光りますでそれを上からパシャって取るわけですでまた1円期伸びたら上からパシャっと取るわけですね っていうので、まあ、なんかこうこうい連続写真があって同じ場所、まあ、光っている場所をずっと見ていると、まあ、例えば赤とか黄色とか、まあ、イメージですけど赤とか黄色とかで光るわけですね。でその1箇所をずっと見ているとその光り方で例えば A, A だったら黄色とか赤だったら C とかだと,、えー、とその光り方を見ると1個の点について A とか C とかが分かるわけですね。 でその点がです、ね、数百万とかこうあるわけですよ。なのでその光ったものの ACG というの並びが数百万あるというようなデータが出てくるわけです。なのでそのマッシブリパラレルってですね大量並列っていう,あのいうのはここから来てるんですけど、えっと、そういう原理でですね、えー 昔は長いものをちょっと、まあ、例えばゲル板だったらば、えー、と一番左の電形度式だと私がやってたのは48連あったから、えー、ACG っていうのを読んで割って12連分ですねあってだから12サンプル分測れてで1個が例えば、えー、と1,000円規分とか読めたので、まあ、1,000×12 かなあの測れたわけですけど。 でえー、とキャピラディ式だと例えば500円機のが96例みたいな感じでやってたわけですけど、えー、と次世代シーケンサーだとおーその一個一個の長さっていうのは短いんだけど並列でたくさん、まあ、例えば、えー、数百万とか数千万とかいうのが出るので全体のデータ量が大きくなると。で比較をすると電気営動式だと,、えー、と9,000ぐらいで。 キャピラーだと4万8,000で NGS だとえー15リガってどぐらいだろうな。まあ桁でいうと1,000倍ぐらいあの,の多くのデータが出てきてまあ,まあデータですのこの場合は DNA 配列ですけどえ出てきてまあそんだけたくさんのデータをえーと扱えるようになっていると。 といいう感じになっています、えー、とあとはですね、えーまあ、これはあのイル,ミイルミナーとかあるシーケンサーの原理を今あの写真をたくさん撮ってっていうのを説明しましたけど、えー、ともしくはですね今は一分子シーケンシングみたいなのがあって、えーとまあ、なんかいろいろ穴が開いていてそこで反応とか合成をして、えー、それをまあムービーとかで撮って解析をするみたいなのも とりあえずこのイメージとしてえ並列でたくさんデータが出るっていうようなことをえと理解していただければというふうに思っています。で次いきますけれどもえとこの次世ダシーケンサーはですねいろんな目的に使われます。えー、例えばゲネムを読みたいとか、えー、と発言解析したいとか、えー、スニップ解析したいとかあとはメタゲノムやりたいとかいうのがあります。 でそれによってですねあの必要なあのサンプルの量ですね RA の量がえ違います。であとシーケンサーもあのどんなシーケンサーを使うかが違ったりします。いろんなシーケンサーがありまして、えっと、これが今一番使われているハイセックっていうあのシーケンサーになります。 ゲノムとか読もうとするとハイセックとかがまあ必要になってきますね。で、えー、っと、次に、これ、これはマイセックっていう、えー、同じイルミナっていう会社からあ出てきているもので、えー、ハイセック機械高いので、とりあえずマイセック入れたみたいなのがあります。で、発言解析とかだと、例えばマイセックで足りるとかあ、そういう場合もあります。で、あとよく使われているのが、 最近流行りなのが、ちょっとなんか表示が乱れてるけど、えっ、ー、と、これパックバイオっていうあの機械です。で、えっ、ー、と、この前のですね、イルミナーのハイセックとかマイセックは、まあ、この、この机に乗るぐらいですね。うんまあ、なんかこう、この机の3分の1ぐらいですね。こん,こんぐらいだと思ってください。で、えっ、ー、と、 えー、ハイセックマイセックは大体100とか300とか200とかそのぐらいのがまあバーッと並列で出るというようなデータになります。で、えー、とこのパックバイオはですね、えー、この机と同じぐらいですかねあの私は通称日焼けマシンって呼んでるんですけど人が入れるぐらいの大きさです。でこれはえと大体長さで言うと8000ベースぐらい読むんですけど並列度がちょっと低い。 でえっと今言ったようにマイセックとかハイセックだと300ベースぐらいなのでそれをまあ、えー、と細かいジグソーパズルをつないでいくわけですねで端っこその,試験,の試験者の出したその配列の端っこ同士を見てこうつないでいくわけですけどどうしてもつながないギャップと呼ばれるところがあの出たりします。でも えとパックバイオだと例えば8,000ベースとか読むのでそのギャップを乗り越えてあの読めたりするわけですね。えーまあ、なので、えー、そのパックバイオで、えー、長く読んでそれに対してイルミナで、えーまあ、な深さっていうか厚み,を、えー、と厚みを出してエラーを補正するみたいな使い方であったりとかまたパックバイオだけで、えー、全部つないじゃおうみたいな人たちも多いたりします。 で実際のその読まれ具合っていうかな、そのえー、っとこれ、横がですね、えー、っと1本1本の長さがどのくらいかっていうのをまあプロットしてまして、で縦軸に全体のデータ量です、ね、が出るようになってます。それで、えー この辺がハイセックです、ね、長さは100ベースなんだけどデータがすごいたくさん出るので、えー、まあなんか厚みが出るとただちょっとギャップが出るかもしれないみたいな感じになってますでマイセックはここですねちょっとえっ、ー、とハイセックよりは長めに出て出るんだけど、えー、とデータ量が少ないので、えー、例えばゲノムを読もうとするとちょっとカバレージが足りないかもっていうのが、まあ、マイセックになりますでパックバイオがまあこの辺ですかね 長さは長いんだけどそので出てくるデータ量は少ないとただまあ長いのでじゃ、えー、ここをたくさん厚みを出せばパックバイオだけでつながるかみたいな感じになってますであとは最近このミニオンっていう USB メモリぐらいのシーケンサーが出てきていてちょうどあの私今ここにノートパソコンありますけどそこの USB スロットにピッて挿してピッてピペットでアップライしてでしばらくすると。 解析結果がパソコンに全部入ってるみたいな、えー、とシーケンサーも最近はえと出てきているというようになっています。でえー、とこれはスライドにある図ですけど、えー、もう一回ここで見せてますが、えー、とどんな目的でどのくらいのデ,、まあ、データ量というかが必要かっていうのが表にまとまっているので、ここに載っけています。 で、それをざっくりまとめるとこんな感じになってまして、えっ、ー、と、パックバイオだと長いけどデータ量が、えー、とあまり出なくて、えー、イルミナのハイセックとかだと一個一個のは短いんだけどデータ量がたくさん出るというような感じになってますというところが、えー、原理のところですかね。えっ、ー、と、昔はですね、えー 一個一個のそのシーケンサーを例えば100だ,100だったら100を読もうとか伸ばそうとしてたんですけど最近はちょっと工夫をしていてえ例えば300ベース分を読みますっていうんだけども端っこしか読まないんですね。でも300離れてるっていうのは分かってるからえと端っこ同士を読むだけでえと一応300分をまあ読んだというふうにちょっとごまかして真ん中は抜けてるんだけど。 たくさん読んでるから真ん中はどうせちょっとずれて NGS で読んでるので結局埋まるみたいなやり方でえーとリード値を伸ばすと。でそうするとそのギャップが出ちゃうのをそのえっと真ん中のところがギャップになるとしても端っこだけ読んだけばそこは300離れてるっていうのは分かるのでギャップをそれで乗り越えるっていうような方,、えー、と方法も割と使われています。 というところがのの原理話でしたで続きまして次世代シーケンサー NGS のデータベースの話をします。えー、っとですね、まあ、先ほど申し上げたように私も昔実験してたんですけどその頃っていうのはデータベースっていうとこのブラストっていうのとパブメドっていう2つの,あのデータベースというか。 ウェ,ブウェブのサービスですねくらいしか、まあ、知りませんでしたあの、まあ、ご存知のようにブラストっていうのは遺伝子の類似性検索をするウェブサービスでしてパブウェドっていうのは、えー、と論文のデータベースですねでそれをちょっとまとめるとこんな感じなんですけど、えー、と例えば延期配列だと、まあ、私,私が昔学生時代やってたみたいにそのクローニングしたものを研究者が登録するわけですね。 そうすると、えー、NCBI だとジェンマークのヌクレオタイドっていうものだったりとかあとはさっき言った、えー、EBI ヨーロッパとかあと日本だと DDBJ にまあ蓄積されるわけです。でそれに対して、えー、なんか検索をかけるのがブラストというサービスがあると。でまた方や文献論文書くとお、まあ、雑誌社の人が、えー 登録しててくれてそれがメドラインっていうところのデータベースに入ってでそれを検索するのがパウメドとか、えー、全文読めるパウメドセントラルっていうのがあ検索システムとしてあるという感じになってます。でそうするとですね NGS データも同じでして NGS データ研究者が出すとそれをまあ登録するわけですね。でそうすると SRA、えー、s e a シ e n ンス Read Archive っていうのが データベースとしてあってそこにまあ蓄積されましてそれに対して検索をできるというような世の中になっています。はい、こんな感じですシーーーケンスリードアーカイブで、えー、昔はですねチャピラリとかゲル板のシーケンサーに比べて出てくる配列が短かったので、えー、ショートリードアーカイブの略で SRA って言ってたんですけどだん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 技術革新がしまして。あの 今、現にのところで言ったように長いリードが出てくるので、もうショートじゃないだろうということで、シーケンスリードアーカイブっていう、略して SRA っていうような名前になっています。で、これも先ほど、自己紹介のところでお示ししましたけれども、えっと、アメリカの NCBI とか、ヨーロッパの ABI とか、日本だと、遺伝系の中にある DDBJ で、実際シーケンサーのデータを集めていて、で、えっと、僕らは DDBJ とコラボして、えー それを使ってもらうというようなことをやっています。今データがどのくらいあるのかっていうのが次のこの図でえ手元の資料でもうちょっと小さいかもしれませんが、えっと左上にですね数字があって、えっとこれどのぐらいだったかな、黄色、メガギガ。 えっと、下にオープンアクセスベーシーズって書いてますけど、4ペタ塩基つかな ?4000 兆だっけ ?1、10、100、0 0 0万、10万、100万、1000万、1億、0 0 4000兆だと思いますけど、4000兆塩基つがデータベースに入ってます。で、上にトータルってあるんですけど、えーっと、 それはです、ねえー、と例えば診療とかと結びついている、まあ、個人データとかと結びついているような、えー、とデータも集められていて、えー、そういうものはちょっと、まあ、あのオープンではないとコントロールドアクセスっていいますけど、えー、使いたいですって申請をして通ると見られるようなデータも含めたのがその上の、えー、とトータルのところで、えー、普通にさっき言った SRA で検索できるのは下の、えー、とオープンアクセスベーシーズっていうところになります。 <laughs> で、えー、と日本でもそういうあのいわゆるヒトデータっていうのかなと、えー、いうのは集められてまして、えー、と遺伝犬の方で、えー、ストックを応募していますでこれは例えば倫理審査とかそういうものを通して、えー、こういうところに入るわけですけど、えー、とそのあの登録はですね、えー、JST の,の NBDC の方で 審査とかを行うまあ審査というか登録とかはこっちを通してえやることになってましてで実際のそのストックは遺伝系の方でえやってるというような格好になっています。じゃあ実際にそれをですねえ検索をしてみようっていうところがあの次のところなんですけどえと今申し上げたようにですねえ今申し上げたっていうのはこれですけど。 NCBI と EBI NC と DDBJ、e、で、えー、3つでまあ独立に集めていてで集めたものはあの中で交換し合っているので例えば NCBI に登録されたものも日本の DDBJ から落とせるようになっているんですけど各ののそのインターフェースっていうか検索システムはまあ作られているんですね。で、えー、ちなみにそれを全部紹介するとあのこんな感じですね。これが NCBI のインターーフェース これがインターフェースですっていうのはそうですかっていう感じなんですけどで一応最初にざっくり比較するとまあこれは NCBI ですねでヨーロッパの EBI はこんな感じで,すで日本の DDBJ がこういうようになってますはいまああの好みがあると思うんですけども、えー 個人的な感想を言うと NCBI は非常に分かりにくい。ついつい NCBI がまあ大手なので、えー、行ってしまうんですけど、えー、どこに何が書いてあるのかさっぱり分からない。えー、この後出てくるかな。あ出てきますね。えっ、ー、と、ちょっと先取りして先のスライドを見せますけど、えっ、ー、と、n g s のデータって実際のそのシーケンスのデータの他に、 実験情報っていうのはくっついてるんですね。実験情報って何かっていうと、えー、まあどんなプロジェクトですよとか、まあ例えば、えー、人の配列1000人読むぞプロジェクトとかでまあ一プロジェクトですね。でその中でまあ例えば1000人分データがあるわけだから、えっ、ー、と1000人分の人の情報があるわけですよ。まあ例えば年齢とか性別とかなんか、えー、病気にかかってるか,かかってないみたいな情報とかがあるわけですね。 であとはその1,000人分読んだ時の機械の情報とかあのライブラリの情報があるわけですね、えー、例えばハイセックっていう機械で読みましたとかパッカバイオで読みましたとかでえっ、ー、とそういう構造を分かってないとですねこの NCBI のサイトがちょっと読み切れ読み解けないっていうところがあって私はこの NCBI での検索はあまりお勧めはしてません で、えっ、ー、と、E. B. I. の方はですね。えー、なんかいろいろ詳しく絞り込みで検索をしようとすると、非常によくできてます。えー、例えばイルミナーのこの機械の、えっ、ー、と、さっき言った端っこだけものペアエンドって言うんですけど。ペアエンドだけのデータを見たいとか、そういうなんかいろんな絞り込みは非常に、あの。よくできていて、あとその中にどん。 このプロジェクトの中にどんなデータがある,あるのかなっていうのこう表形式であの見せてくれるので、えー、例えばサンプル間の比較とかを全部ここの画面で一度で見れるので割となかなかできてるんですけど検索、えー、はよくできてるんだけどその口にたどり着くまでがちょっと大変です。で DDBJ の方はですね、えー、これも割となかなかよくできていて。えー 私のおすすめはまあこっちなんですけどまあ基本的な基本的なっては例えば発言なのかゲノムなのかっていうような目的だったりとかえとあとはえいろいろ絞り込むのがわりと直感的で使いやすいと思います。ただその EBI に比べると,えと同じプロジェクトの下にぶら下がってるサンプルがえとどんなサンプルがぶら下がってるのかなっていうのがえと一覧になってないのでちょっとそこが。 え何点かなというような感じですね。で、えー、私はそのさっき言ったように、えー、データを使ってもらうのが仕事なので、えー、一応私もですねあの検索サイトまあ私ともう一人でやってるんですけど検索サイトを作っていてで、えー、とそうすると DDBJ と今2本立てになっているので今度はあのマージして1本にはしようとしてるんですけど、えー、一応こういうサイトを作ってます。 でとりあえず基本的な、えー、と目的別ですねゲノムなのか発言なのかとか、えー、とあとはどんなシーケンサーなのかとか、えー、と生物種どんなかとかいうのは、えー、と絞り込むようにしてましてで、えー、検索すると,、ま、たとこんな感じの画面になって、えーまあ、どんなプロジェクトがあるのかっていうのを一覧で見れるようになってます。でほの,のピッとクリックすると実験の情報も一応一覧できるような。 えー、仕組みにしていますで検索するときにですね、えー、どうしようかな、えー、ちょっといっぺんやってみますかえー、とそしたらですね DDBJ のサイトでちょっと検索をやってみようと思うので Google とかでですね DDBJ っていうのと SRA で出るかな DRA って打って あ o グーグルだとどうかな攻撃にならないかな, <laughs> なんとなくこう周りを見てタイミングを外しながらちょっとやってもらってますねちなみにグーグルでワッとやるとですね「お前は機械か人間か?」っていう問いをされまして人間だったらこのぐにゃぐにゃっとした画像をちゃんと読み解けるだろうっていうようなのが出るんですけど。 大丈夫そうですかね、えっと、こんな感じで今これ DDBJ のサイトにつながってます。はい、で検索ってやるとこんな画面が出ます。でここにスタディタイプとかでえとゲノムなのか発言なのかとかいうのが絞り込めたりとか、えっと、あとは どんなシーケンサーかとか、あとは生物中入れられるような少し打ち込むと下に候補が出るので、まあ、例えばホモサピエンスとかいうふうに出ますで。まあ下にキーワードとか入れて絞り込みもできるようになってます、はい。この間に好きなキーワードとかでピッピって入れちゃって構わないので、はい。 まあ例えばキャンサーだったりとかバリアントとかだったりしますけどバリアントでいいかな。 そうそう DDBJ のサイトだとちょっとあの絞り込みのやり方が、まあ、例えば1個決めちゃうと、まあ、生物種を決めちゃうと他が選べなかったりとかいうのがあったりするんですけど、えー、と一度には絞れないんですけど後で絞り込みとかできるので、まあ、例えばキーワードだったらキーワードを入れて検索してその後で生物種で絞り込むみたいなことも、えー、とできるようになっています。 でまあ、何か今「バリアント」っていうキーワードで入れたんですけどそうするとこんな感じでどのぐらいかな6525件っていうようにえと出てます。まあ、例えば「キャンサー」とかいろいろと多分あの件数も違うと思うんですけど、まあ、とりあえず今私のやったやつでは6000件くらい出てます。で、えー、とこの下のところに薄いオレンジで何やら横に書いてまして「フィルタード・バイ」っていうのが書いてあります。 そこにドキュメントタイプで「ンとか「スタディ」とか「サンプル」とかいうのが1個とあとその下の行に生物がが何かいいうのが書いてますでどん。どんなデータが入ってるのかなっていうのを今探したいのでこのドキュメントタイプは「有無を言わさずスタディ」っていうところをポチッとします。 次の量、まあ、例えば人でやりたかったら人とかマウスとかいうのをポチッとすると、まあ、さらにフィルターされて、えー、さっき6,000件くらいあったのが160件ぐらいに、まあ、この場合ですけど160件ぐらいになってます。まあ、時間の都合上あの私はさっさと進んでしまったりするんですけどこういう検索はですねあの僕らの方で統合テレビっていうチュートリアルムービーを作ってますので。 まあこういうやつですね、統合 TV です。この TOGOTV、統合、あとは統合ってあのここに書いてますね、漢字で統合でテレビってつけると、Google かなんかで探すと、このサイトがヒットしましてで、ここで、えっと、 まあ、NGS ってやったりとか 2DBJ、えー、とかやると下にこうリストが出てくるのでその中から目的のものを見つけるとかであとはあの今日も後ろでこの講義録画してまして、えー、同じくこの講義もですね統合テレビからろ、えー、と公開されます。なので、えー、とあの時あの人何て言ってたかなみたいなのもう一回聞きたい時はですね えー、しばらくすると今日の話がアップされるので、えー、YouTube に載りますからこうピッピッピッっていろいろ探してですねあここのここのところこういうふうに言ってたのかとかあとあの今日は私の講義は止められないんですけど YouTube なのでこう一時停止ボタンありますからそれを見ながらですねあのもう一回あで復習してもらえれば全然大丈夫です。 で戻りますと、まあ、こんな感じでですね、えーと、今私はバリアントっていうキーワードで検索をしまして、でこのスタディっていうのでまず絞って、その後ホモ・サピエンスっていうので、えー、と絞り込みをかけてます。そうすると真ん中ら辺にスタディタイトルっていうのがあって、えー、とどんな実験というかプロジェクトかっていうのが、まあ、ここにこう並んでいるわけですね。 でその中からちょっと興味のあるものをこう、まあ、いくつか見ていただいてであとはこの右のところにデータ量とかがあるのでこういうなんかゼロって書いてるのはすごいこう怪しそうじゃないですか。なんかこう見てもな,んかなさそうかなと思うわけですよ。なのでまあそれなりにデータがあってでこのタイトルも面白げなものについてこう左の方に何やら ID があるので、まあ、例えばこういうのをポチッとすると。 こんな感じでですねどういうのをやったかっていうのがえとタイトルのほかにアブストラクトでどんな実験をしましたよみたいなのがこう出てきたりします。で実際にデータを使いたい時はですねこの右側にえと今日の私の11時10分以降の回であのやりますけど。 こ,この今ファストキューっていうところと SRA って書いてますけどここが実際のデータですねシーケンスのデータです。ここをポチッとすると今,今ポチッとしちゃダメですよ。何時間とかいうデータが流れるので自分のラボとかに帰ってやっていただきたいんですけどポチッとするとその実際のデータが自分のマシンにダウンロードされてそれを自分のマシンでツールが入ってたら解析が でえっ、ー、とこれは今こういうタイトルのプロジェクトなんですけど各々についてはこのエクスペリメントっていうところをピッてやると実際にどんなシーケンサーを使ったとかどんなライブラリーを使ったよとかいうのが出まして。 あとサンプルっていうところをクリックすると、えーまあ、例えばこれだったらデイゼロのデータだなみたいなのが <laughs> 分かるようになってます。で先ほど言ったように DDBJ のサイトはこのサンプルの情報をピッピッってクリックするとあこのこれはデイゼロねあこれはデイいくつねみたいなのが分かんないんですけど EBI のサイトだとそういうところは例えば一覧表になっているので、えー、あとはあの僕らの作ってる DBCSRA の方だとそういうのが一覧表になっているので比較をして必要なのだけポチポチとしてデータを落とすということが可能になっています。というのが DDBJ とかの検索でした。<laughs> とりあえず今みたいに検索をしてもらうと。 まあ実際どんな NGS データが登録されているのかっていうのがえと分かるようになってます。で、えー、さっきちょっと言ったんですけど NGS データっていくつかその実験情報が記載されていてでどんなプロジェクトでどんなシーケンサーを使ってっていうのが書いてあるので今そのとりあえずスタディでフィルターしてくださいっていうふうに言ったんですけど。 それはどんな、えー、とプロジェクトで、えー、この NGS の実験がなされたかっていうのがこの「Study」っていうところに書いてあるので「Study」でフィルターしてくださいっていうふうに言ったわけですね。で、まあ、さっきの例で言うと「1,000人分ゲノミをみますプロジェクト」っていうのがそのさっきの表の真ん中のカラムにあの出るわけで,でエクスペリメントとかだとおのんのの1,000個の,あの実験のデータが出てしまうのでちょっと。あの ノイジーというかそういう感じで最初は探さないというものとりあえずスタディでフィルターしてくださいというような言い方をしています。で,です,、ねえー、とすごく最近のデータだともしかしたらです、ね、そういう記述がないものに当たる可能性があります。それはどううしてかというとい、えー これは政治の話なのであの今営意直している最中なんですけど、えーとまあ、今あのアメリカでトランプ政権になって予算がどうこうとかあのアメリカのサイエンスはどうなるんだみたいな話になってますけど、えー、とオバマ政権の時にもですねあの予算が議会を通らないみたいな時が7年前だったかな、えー、とありまして、えー、この NGS のデータって 何が何がってさっき表であのデータ量出てたと思うんですけどすすごいディスク食うんですよなのでこの NGS のデータやめるとハードディスク代がすごく浮くのであの効率がいいのでもうやめようかなっていうアナウンスが一回出たことがありましてでじゃあヨーロッパと日本だけでやるのかとかいろいろ結構騒ぎになったものも結局半年後にあの まあその後ねあの予算が通ったのでやっぱり続けますっていうふうに言ってくれたんですけど、えー、まあその影響もいろいろあってですね、あのー、別のデータベースにも NGS のデータが登録されるようになっちゃったんですね。というのはえ発言データだと、まあ、今だと NGS とか割と使えるようになってますけど前はマイクロアレイっていうのがあって。 えそうすると GEO っていう g e e x p r e s s i o n o n i m u s っていうデータベースが NCBI 持っていて NGS で発言データだとそれも発言データだからもう発言データはこの GEO の方に入れちゃおうっていうふうになってえ発言データがですね GEO と SRA と両方入っちゃうまあ実際に今入ってるんですけどっていう事態が起きてます。そうすると 発人データ探したいときは NGS の s r e を探せばいいんですか GE を探せばいいんですかっていうことになっちゃって、えー、結局なんか両方探さないといけないじゃんみたいなことになってややこしいのでそれを串刺し,しするために、えー、バイオプロジェクトっていうプロジェクトのデータベースとあとバイオサンプルっていうその読んだサンプルのデータベースですね。えーと NGS の SRA の方にも「Study」っていうのと「Sample」っていうセクションがあったんですけどそこが外出されてババイイオオププロジェクトのバイオサンプルに今移行中なんですねそうすると SRA の中のサンプルの情報っていうのを参照してたのがそこには書いてなくてバイオサンプル見ないと書いてないみたいな時代になっていてちょっと今過渡期で,ですねデータが出ない時もあるんですけどそこは今私,の方私たちの方で直しているので。 ちょっとお待ちくださいみたいな感じになっています。まあ、なんかこういう話を聞くとですね、SRA の検索結構つらそうだなみたいなあのイメージがあるかと思いますが、まあ、なるべくそこをちょっと簡単にして検索できるようにしたいなというように思っていますで、えーと。結局この 検索例えば目的とか生物種とかいうのをもうちょっと簡単にするとですねこういうシチュエーションで、えー、まあ今朝一なのでお酒の話はちょっとあれなんですけどあの、まあ、例えば今日終わって、ね、今日はまた水曜日か金曜日ぐらいになったらこうなんかどっか酒飲み行きたいなってなるわけですよ。でそうするとなんか新しくワインバーができたから行かないとかこう誘われてたまになんか。 行くようなシチュエーションを考えると私あまりワイン詳しくないんで「何かください」とか言うと「どうしますか?」とか言われるわけですよね。で「どれにする?」って言ってこうなんかボトルをゴンゴンゴンとか置かれるんだけど一体どれを飲んでいいのか分からないみたいなシチュエーションがあるわけですよ。っていう時にまあ例えば「名前は何ですよ」とか「赤ワインですね」とか「フランスのワインなのか山梨のワインなのか」とかえあとはそのブドウの品種で。 ちょあとそのいつ作られたとかがあるわけですよで。もしくはもう中身で赤で重くないやつみたいな言い方もえとあったりするわけですね。で今この DBC えっ、ー、と今その DDBJ のサイトでえと見たのはこの上の付属情報でえとフィルターする。まあ付属情報メタデータって言いますけどその実験情報とかでえとフィルターをする。 やつですであと下の例えば赤で重くないやつみたいな中身のクオリティっで、えー、と足切りをするみたいな、えー、とシチュエーションなんですけど、えー、と今日 NGS のク、えー、クオリティチェックとかのお話をしますでさっきあのなんかデータが 0GB とか書いてあったりしましたけど昔、まあ、今はだいぶよくなったんですけど昔はなんかすごいへこい NGS データとか入ってて何 GB とか一晩かけて落としたのに。 なんだろうな解析に耐えるデータじゃないっていうことが多々えとあってなのでそういうなんだろうなえとクオリティがどうかみたいなのをえと僕らの方で用意をしていてまあもしくはその落としてきて自分で書けるんですけどそれがまあこの下の中身のクオリティによるえと足切りの部分ですね。それでえ ちょっと飛ばしますけど、えー、と僕らの,の DBCSSRA っていうのを使うと,、えー、と今日ファスト QC っていうクオリティチェックのプログラムをかけるんですけどそれの結果をですねある程度もうすでに計算しておいて、えー、見られるようにしてます。まあ、これがあのファスト QC の,の結果をちょっとあの加工したものなんですけど。 なので、えーと、ちゃんと使えるかどうかっていうのを一応、えー、確認をしてですね、えー、ダウンロードもできるようにしています。で、ちょっとなんかいろいろ前後してますけども、他にですね、えー、と論文からの検索っていうのも、えーと、僕らのツールではできるようにしてます。でこれはあのいくつか 目的があってその一応論文が出るぐらいクオリティのあるデータだろうっていう保証のところが一つとあとは実際にその注目したデータでどんな研究が行われているのかとで他にどんな研究をやる余地があるのかっていうのはやっぱり論文でどうなっているのかっていうのを確認する必要があるので、まあ、こういうデータを作っていると。もしくは えとまあ最近だったらえまあ素人的に Yahoo! ニュースとかにいろいろ「論文がこんな報告がありました」とか出たりするとかえとあとはまあパーメードとかで見つけたりすることもあるわけですけどえとそこで使ってるデータはどんなデータか実際にちょっと自分でも試してみたいっていうようなシチュエーションにえとこういうデータをまあデータというかその論文のデータと実際の NGS データのペア。 というのをまあ使うというようなえと表を作っていて、ここからいろいろ探せるようにもしています。それで、せっかくなのでというか、一応質問でですね、NGS データを使って論文を出したらどうしたらいいですかっていうようなえとご質問をいただいたので、ここでちょっとえ挟みますけれども。 えーとまず NGS で実験したらまあデータ出ますね。で、えー、と論文にまあ投稿するときに、実際にそのデータをその公共データベースにえー置きなさいっていうようなことが投稿規定に割と書いてあったりします。なので、えー、とまずやることは DDBJ に、まあ、もしくは NCBI ですけど、えー、とデータを登録するっていうことです。でそれはあのこの後で、ね。えーと 登録のところをちょっとお話をします。登録すると、あの、番号が付きます。アクセッション番号っていうのがありまして、えっ、ー、と、今ここで見せてるやつだと DRA005094 っていうのが、えっ、ー、と、番号が付きますで。そしたら、えっ、ー、と、これは論文の中の、まあ論文のその投稿地点にもよるんですけど、えっ、ー、と、 まとめそのところとかえとあとは論文の末尾のところにえと例えばこの場合だと「アベイラビリティオブ・データマテリアルズ」ってありますけどえとどんなデータを使ったのかっていうのセクションをまああのそこに書けって言われてたらまあそこに書くしえ言われてなかったらまとめそのところにえとここからダウンロードしたとかえーとデ,ータデータをここにサブミットしてあるとかいうふうにまあ書いてもらえばいいんですけど。 この DRA なんとかっていうような番号を論文の中に記載してもらえれば大丈夫です。書き方に困ったらですねさっきのこの論文からの検索っていうところを見ていただいて実際の論文を見てあこんな感じであのみんなそのリファーっていうかデータについて述べてるんだなっていうのは、まあ、あの参考にして えー、もらえればと思います、えー、まだちょっと時間があるのでせっかくだから今言った DBC l s SRA の方もこっちか見ますと私のその所属が DBC l s なので DBCLS って言って で、えーと、シーケンスリードアーカイブで DBCSSRA って打つと、一番上に、実際のものがこう出ます。えっ、ー、とですね、ここのスライドの,あのインターフェースと若干違うんですけど、今ご覧になっているのは多分、えー、旧バージョンというか、現バージョンというかでして、 ここのところに new version is available って書いてますけど、ここをなんかクリックするとですね、ここの今お配りしたハンドアウトと同じ画面が出るはずなんですが、若干最近アクセスが集中しているのからサーバーのリスポンスが遅くてですね、今もこうやって返ってこないですけど、なのとりあえずこっちで説明しちゃいますけども、見てるとですね、え、ー ファブリケーションリストっていうのがあるのでここをクリックするとこれまた反応がちょっと遅いんですけどもさっきの論文リストあっってきましたね論文リストが出ますこっちの新バージョンだとこのフォーマーディテールっていうところを押すと論文リストが出るようになっています なかなか返ってこないので、返ってくるのを待ちつつ、ちょっと別の話をしますけれども、今、のフォーマーディテールズとかをしましたけど、そうするとですね、こういうグラフも見ることができます。<laughs> あそのままにこっちからかな。今、論文からの絞り込みをしたんですけど、 まあここ医学部なのでえと疾患からの検索っていうのもちょっと今やりかけていてまあ例えばな何とか病みたいなやつのデータがどのくらいあるのかっていうのはえまあなんかいろいろ自分のキーワードで探さないといけないんですけれどもその大体そうやってキーワード入力するとですねあの言葉が揺らいだりするんですよね。例えばがんとかだと「キャンサー」っていうのと「ネオプラズム」なんとかとかいろいろあるじゃないですか。 日本語でも例えば「がん」って漢字で書いたり平穴で書いたりするんですけど何とかカルシドーマとかいろいろ表現があるのでそういうのを全部網羅しないとその本当のだろうな真の集合みたいなのが得られないわけですね。なのでそこはちょっと工夫をしていて中の,その今これ出してるのは論文が出てるものだけなんですけれども。 えと論文の中のキーワードを使って、まあ、例えば胃がんだったら胃がんとか、えー、と糖尿病だったら糖尿病っていうのをこう、えー、テキストマイニングっていいますけどその実際の文章をまあ読み解いてほぐしてそれをまあ病気ごとに分類したデータっていうのを作っていてちょっと最近更新サボっているので、えー、今ちょっとドキドキしながら紹介しているんですけど。 変えたらちょっとアップデートしますが一応病気ごとにですね NGS データを分析してどんな病気の NGS データがあるのかっていうのをこう一覧表にしています。これを見るとブレストネオプラズムズとかオベスティとかそういうのが左側に今出てますけど実際何期あるのかっていうのが表の右側にあってポチッとすると。 この場合だったら急性骨髄性白血病のデータが6件みたいなのが出てますけどこれちょっと古いんで今6件しかないですけど多分今やるともっと多いと思います。でこれに対して一、えー、左の SRA なんとかっていうのは実際のデータでここをぼちっとするとデータを落とせてで右側に文献の ID があるのでどんな文献が出てるのかなっていうのも見られるような仕組みになっています。 これは、まあ、医学部向けの説明なんですけど、えー、と今日外から、えー、といらしている方がいて、えーまあ、今日は医学部なのでちょっとこの話はあんまり関係なさそうですけど、えー、と例えば農学部とかで、えー、私は話することもあるんですけどそうするとですねすごいマイナーな生物をやられ,るやられている方がいるんですね。えー、そうするとその,その生物そのものの NGS データはないんだけど。 その禁煙ならあるみたいなことが、えー、とあったりしますでこれは稲、えー、の例を今お示ししてるんですけど稲、えー、って、まあ、あの学名オリザサティバですけど、まあ、皆さんご存じのようにあの米にはインディカとジャポニカのインディカ米ジャポニカ米っていうのがあって稲、えー、もオリザサティバで入ってると出てくるんですけど オリザサティバ・インディカとかオリザサティバ・ジャポニカって書かれてると普通にオリザサティバで検索すると出ないんですよ。で、えー、なので下の方も下の方もオリ,ザサティバのオリザサティバそのものプラスその下のインディカ・ジャポニカ掛け合わせみたいなのも見たいですっていうチェックボタンをつけるとその下も見られるっていうようなまあ インターフェースをまあ僕らちょっと作っていて、えー、農学部の方にはちょっと好評頂い,いているので、まあ、ここでちょっと紹介をしていますで。あとは、えー、とオリザサテ田さてばだけじゃなくて他のオリザ族でも見たいとか、えー、とあとは、えー、なんとかっていう例えば 昆虫だったら昆虫そのものはないので属レベルだったらどうかとかカーレベルだったらどうかとか木だったらどうかとかこうちょっと上に上っていきたい時もあるわけですねそうすると,えと今ちょっとこういう後見にくいんですけどえと今上側にある赤四角の一頭左側のちょっと下にですね「リザって書いてあってで不統合記号があって「オリザサティバ」って書いてるんですよ。 このオリザっていうところをピッとすると、えっとオリザ今オリザサテブが出てるわけですけど、オリザ族全体プラス下も全部見るっていうようなえっと検索がえとできるようなえっと仕組みになっています。さっきの出たかな。もうないですね。 スライドでちょっと説明をしますけども今、ここの,あのこれトップページですけどフォーマーディテールっていうところを押すと今、ここにちょっとちらっと出てますけどこれの統計情報のもっと詳しい版がですね、えー、と見られるようになってまして、えー、とスライドちょっと戻るとこういうい感じかな、えー、とデータの推移が、えー、とグラフで出るようになってます。で えと今、何件だったかな。この上、ちょっと古いですね。今、2015年の12月までのなんか図をちょっと貼っちゃったんですけど、今、8万件くらいだったかな。くらいえーとデータがあると思います。データっていうのはプロジェクト数ですね。で、トータル8万件のうちの 今このちょっと濃い青でトータルって書いてあるのが全体の件数ですね。でそのなんか2番手にある薄水色のやつは、えー、ホールゲネムの,あのデータですね。でその下の赤っぽいのがこれアザーかなアザーでえっ、ー、と右側に判例がありますけど大体この順にならあの件数としては並んでます。そのホールゲネムがあって次がトランスクリプトームでメタゲでエピゲでみたいな。 えと感じになってますえっと実際の今の件数はトップページを見るとここにこう実際にどんな感じかっていうのがえっと見られてあとここがちょっと今アクセス集中で動かないですけどポチッとすると,えっと今のグラフの詳しい版が出るようになってます。よいしょ プラスこれがですねシーケンサーごとの,あのトレンドのグラフでえと今イルミナのハイセック2 0 0 0っていうのがもう断トツに使われてますまあ断トツに使われてますっていってもえと使われてきたっていう話なのでこの先ハイセック2 0 0 0がじゃんじゃん使われるかっていうのはまた別なんですけどえと今ハイセック2 0 0 0のデータがすごいたくさん入ってますで次がマイセックでこれもまた最近 近年ガンガンンに伸びていますで実際のその件数は今ここに表が示されていてでこれはプロジェクト数じゃなくて実験数なのでちょっとカウントが違うんですけど、まあ、とりあえずハイセックのデータがたくさん入っていると思ってください。で、えー、他のシーケンサーの状況がどんなかっていうのは今ここに表があるので、えー、とそれをちょっと見て,た見ていただければと。 いうようよに思いますで、えー、とこのコマはあと10分ですが、えー、と11時10分からですね NGS 解析のちょっとこんだけいると実際にコマンドを動かしてっていうのは難しいので、まあ、割としゃべりが中心になってしまうかもしれないんですけど、えー、解析のお話をします、まあ、流れは今こんな感じになってますけれども、えー、と詳しくは 20分後ぐらいかな、にえと話をします。で、あとは、登録の話をさっきちょっと、論文のところでえやりかけて、ちょっと後回しにしたので、今ここでお話をしますと、先ほど言いましたように、NGS のデータは NCBI でも EBI でも DDBJ でも受け付けています。 でまあ、僕ら日本人なのでただでさえややこしい NGS データの登録なので、まあ、日本語でドキュメントもあってちゃんと日本語でサポートしてくれる DDBJ にサブミットするのが割と楽です。で <laughs> さっきこの DDBJ で検索をするときにですね、えー、DDBJ っていうのと SRA っていうので、このページに行き着きました。このページに、ジャパニーズですね。このページに行き着きました。で、さっきは、この検索っていうところを押して、このサイトに行きましたけど、今度登録っていうところを押すと、登録の、まあ今、登録するものがないので、あの、眺めるだけになっちゃうんですけど、 えと登録の、まあ、説明書きのサイトがですねずっと出るようになってます。まあくどくど長いんですが、えーっとまあ、こういうサイトがありまして、えー、くどくど長いんですけど実際にやるのはさっきちょっと示しました、えー、っとこ,れこれに従ってこのその 実験のデータというか実験情報を埋めていくというような作業になります。で、えー、とまず用意するものはシーケンサーの出したファストキーファイルと呼ばれる、まあとでこれはあとで説明しますけどファストキーファイルを用意してもらってで、えー、とこれに従ってどんなプロジェクトで実験をしましたよとかどんなシーケンサーを使いましたよとかどんなライブラリを使ってますとか。えーと どんなサンプル例えば人で何、えー、とかでかんとかでみたいなのを、まあ、埋めていくというような、えー、と作業になりまして、えー、とまずやることはですね、えー、とデータを DDBG に送らないといけないんですねファスト Q ファイルでその都合上ですねあのログインのアカウントを作りますもう一回見ましょうかね、えーと この登録のサイトを見ると、この右側にいろんなメニューがあるんですけど、ここにサブミットっていうところがあって、ログイン、サブミットってやると、こういう Dway っていう登録サイトが行きましてで、ここでアカウントを作ります。ここですね。レジスタ・ホーアニューアカウントって書いてますけど。私、しばらく前登録したので、ちょっとアカウントがあるので、ちょっとお見せしますけど、 まずこう自分の名前が何で所属が何でとか住所が何でみたいなのをえと検索埋めたりとか。 まあ、私、あの最近登録したのは、カイコの,あのトランスクリプトームなので、トランスクリプトームシーケンシングオブシルクワンボンビクスモーライって書いてますけど、えー、とタイトルつけて、えー、こんなことをやりましたよっていうのをつけて、でえー、発言データですよとか、こういうのを、まあ、埋めていくというような感じになってます。はい、っていうのが、こっちのスライドにもちょっと見せてたのかな。 えと今見せたのがこういうこの辺りのウェブでいろいろポチポチ埋めるタイプですね。えー、RNSX でとか発言のデータでとかいうのをウェブで埋めたりします。でサンプルの情報は一部は Excel シートを埋めなさいということになっていて、えー、と例えばこれ 3, 3つの ででデータとかサンプルかなサンプルについて、えー、見せてる例ですけど、えー、NBRP っていうバイオリソースから雇は球大でメンテされてるんですけど球大から蚕を持ってきてでそれに対して、えー、シーケンス NGS かけましたよとかでどんな、えー、とストレインで、えー、例えば、えー、卵なのか生まれて 何日目とかそういうのをいろいろサンプルの情報として埋めると。で実際のそのファストキューファイルを向こうに送ってでサブミットってやると登録がなされてというか DDBJ のアノテーターと呼ばれる人がそれを眺めまして不具合っていうのは例えばですねフィーメールって書いてあるのに なんか別のところではメールって書いてあってそこちょっとおかしくないですかとか,あの、まあ、なんかそういうことはいろいろ言ってくれたりします。でまあなんかいろいろコメントがついてゴニョゴニョあってで、えー、終わると晴れて、えーまあ、公,開公開待ちか公開待ちっていうような状態になります。でそしたら番号が来るので、まあ、それを論文とかに書いて。えー 実際に論文投稿したりするわけですね。で、えー、ここで一応あの私 d d b の人とあの仕事してるんで言っておくと、えー、登録一日とかじゃうまくいかなくて必ずやりとりで一週間ぐらいかかるんですよ。でたまにその学位がかかっているので教授にお願いしますとかいうのがあの特に今頃ありそうなんですけど、あの。うん 全国とかの大学からですね DDBJ がそんなこと言われるともう DDBJ の人パンクするのでなるべくですねそういうのを早めに登録するなり登録したいんだけどっていう DDB に相談するとここを見てくださいとかあのムービーありますとかあの情報が得られるのでそのあたりはなるべく早めにですね登録をして番号をもらって論文を書くとかあのサブミットするとか、えー、とそういうふうに、えー、とお願いをしたいと思います。 という感じで最初の基礎編は以上でございますが何か質このあと10分休憩挟んだ後実際の解析編をお話ししてですね昼休み挟んで午後1も私がしゃべりますのでえ休憩時間とかにも質問をしていただければと思います。 じゃあ内容でしたら一分ぐらい早いですけど、えー、このくま終わりにします。うん、ありがとうございました。